この過去の馬屋は奈良京都のごとき飲酒権力の圧力もなく、人々の心も素朴であった。大正の大衆にも多く接することができ、伝道の根拠地にふさわしい条件を備えていた。彼は馬屋の北のほとりにいおりを構え、活動を開始した。教師の初心は変わらない。彼は経典も持たず、仏像すら安置していない。ただ行、住、座、が、時を選ばず、ひたすらに苦笑念仏に終始した。しかのみならず、好意を寄せる美しい女性と結婚もし、愛し合う二人に二世が誕生したのである。仏道実践に清掃を売る必要はない。虚職を捨て直入してこそ真実であるというのが教師の信念であったから。農民のために農耕を手伝った。旅人を助けて荷物も運んだ。わらじも貸し与えた。そうして彼はその間、伝道を怠ることなく、日常生活の中に彼の初心を伝えたなど、時に人は阿弥陀丸とも二億以上にとも呼んだ。ともあれ、彼のヒューマンな産業開発の情熱は土木工事さえ起こし、水利に乏しかった過去の馬屋に農業用水の池を作った。
現在に残る馬ヶ谷池こそ狂信の業績の一つである。またある日狂信は土地の人に川魚の供養を受け、感謝してこれを食べた。これを見て仏道修行者にあるまじき行為と蔑んだが、狂信この者を馬ヶ谷池に仏道修行者は魚を食うもよし食わぬもよし、真実を歩む吐き出したと見るや、魚は池の中に遊泳したという。ただ片目を失っていて、今の時に釣り上げる船にこの魚あり、片目の船とか商人ごと称して豊穣する風習になっている。